はい、流れ、あ、昨日も流れたじゃん。これは、はいはい、坂本龍一さんの話題で流れましたけど、ね、マイクロソフトさん、原発推進派が放射線量の安全の目安にこの程度の線量であれば、ね、医療現場で日常に浴びる量と口癖のように言うので、わずかでも人為的に発せられる放射線にの存在の正当性はなく、医療でも人はそれに頼ったり浴びるべきではないという原発推進派の価値観への抜本的な反発心からそう言ったんではないでしょうかね。そうそう、坂本龍一さんは今喉頭がん治療に入らなければいけない、はい、咽頭がん、中咽頭がんです、はいはい、まあ、中というのは部位 の, あの高さによりますから、ね、場所のとこで喉の、ね、場所にもなります、はい、フラワーズゴーンさん、坂本龍一の放射線治療拒否は命をかけたメッセージだと理解しますというようなお便り、あの、いや、あの、つぼさん、はいはい、トンボの気持ちさん、私が病を得た時どんな治療を選択するか、あるいは治療しないか自分で選びたいです、あえて治療せず自然に任せるという生き方を否定するのは全体主義に通じる価値観の押し付けだと思います。いろいろね、はい、そうやってね、はい、昨日私たちもね、うん、あの心配したんですよ、はい、とにかくあの万全の方法で治していただきたいなと、うん、そういうことをね、はい、いろいろ昨日話し合いましたね、はい、でみんながね、あの原発といわゆる放射線治療は全く別のもんだという人もいれば、はい、はあ、坂本さんの気持ち理解できるなというような気持ちのお便りもあった、いっぱいありました、ね、深作欣二の前立腺のいろんな治療のこともいろいろありましたけれども、うん、昨日ずっとですね、それで終わってからお便り整理してましたらですね、東京のですね、宮田博史さんという方、坂本龍一さんご自身のツイッターでがん治療の記事否定されてますよ、あれというのが、あの番組終わってからこれがありまして、今日になりましたらまた皆さんもですね、おまん今度は出てこいよさんからもね、坂本龍一は放射線治療を受けるとも受けないとも言ってないじゃないですか、昨日の騒ぎは一体何だったんでしょうかというようなことでございます。はい、オカルト寛平さんも、それにしても芸能ニュースを鵜呑みにした私がバカだ、いやいや、でもしょうがないぞって流れちゃったらね、もっともらしいことを憶測で書くなんてね、え、本当にまあなんですね、どっからじゃあかご本人はそんなこと言ってないよっていうことをツイッターでつぶやかれたらしいですけど、はい、姉ちゃん恥ずかしいさんからもね、反原発だから放射線治療しないという話、教授がああいう芸能記事を真に受ける人がいるのとツイートされてました、真に受けた聞けばの出演者と我々リスナーは恥ずかしいですね、反省です、真に受けてものすごい心配しちゃった、あのね、真に受けたというよりも、うん、いや、あのこのたくさんのお便りは、うん、原発と坂本さん、原発と放射線治療は根本的に違いますよというのをずっと言い続けてたと思いますよ、はい、うん、あ、で真に受けたいのはそういう意味で、そういう意味で、はいはい、もうそれが本当だとしても坂本さん受けましょうよ、ね、放射線治療を受けていいですよっていうのをずっと言ってきたはずです、はいはい、でね、真に受けるのはその一緒にしちゃうっていうところを真に受ける人はいる、はい、あのね、で、あのほら、でも、もちろんだからそうやって坂本さんが言ってるってところは真に受けちゃったんで、そこは真に受けましたよ、だけどあの趣旨違いますよというようなね、うん、はい、いろんな、例えばね、こちらの方のお便りなんかはね、ペルセウスさんからいただいてますけどもね、うん、あの彼はね、彼は多分小高さんがおっしゃるような自然に飛んでいる放射線まで、拒否しているのではなく、その人工利用、平和利用も含めて潔しとしないのと違うんでしょうかという、まあ、彼が言ってるとするならばですよ、医療目的であっても正常細胞へのダメージは避けられないので、そこも問題にしておられるかも分かりません。しかし彼は原発には反対しつつ、もし使用になって放射線治療が有効な場合であれば、治療法の選択肢から外すことはしません。なぜなら医療に使われている放射線元素はウランやプルトニウムなどとはなどの扱いの難しいものではなく、コバルトとかだったと記憶しております、
各種がな核の種類が何であれ出る放射線はアルファ線、ベータ線、ガンマ線しかありませんから何を使ってもいいわけです。また放射性元素を臨界に達するまで一箇所に集めてその時発する大きな熱で水を沸騰させるのが原子力発電ですが、医療目的の場合は臨界にならない量を使って自然崩壊で出ているような放射線を体の四方から当てて患部のあたりでそれらが集中するような仕組みでのはずです。したがって毎日その医療器具がコントロールできなくなったとしても直ちに患者への照射をやめればよくて、あの福島のような悲惨なことには絶対ならない、そういうものとは全く別とずっとこの、うん、論を尽くして書いていらっしゃいます。いろいろそうやってね、うん、あのやこう考えていろいろこうってやったんだけど、そんなこと言ってへんしと言ってないぞっていうことで、ね、いうことですか。はい、申し訳ない、はいはい、さっきのペルセスさん、木村平さんからもいろいろねいただいてる。でもね、よかったよかった、あの本当に治療にじゃあ専念するっていうこともね、はい、合わせておっしゃってくださってるわけです、はいはい、要はみんなが入ってこうえーってなっちゃったのは坂本さんのことをとても心配してということですからね。それと同時に、野々村議員じゃないけれども、はい、放射線治療と原発とはやっぱりちょっと根本的に違うもんだ、はい、ということも一緒に語ることではないよ、はい、という話、そういうこともまた理解できた一つの出来事でありました、はい。